夜の向こうにはねえ何があるの私の悲しみにいつか終わりは来るの今夜星のない夜空の下私は泣きながらずっと一人歩き続けた ガス灯の明かりを頼りに夜の街をずっとずっと歩いた冷たい風の吹く旧市街から人気のない倉庫街を抜けて運河に架かる橋へと星のない夜空の下をずっとずっとずっと歩いた年老いた男がすれ違いざま私を呼び止める男はタバコをくれと言うタバコならあるけど火を持ってないのそう言うと男はポケットからマッチ箱を取り出したタバコを差し出すと男はマッチを吸って火をつけ大事そうに一服吸ったそして男は言った悲しいのならこんな世界は燃え尽きてしまえばいいそう思わないか男はそうして私にマッチ箱をくれた夜の向こうねえ何があるの私の悲しみにいつか終わりは来るの年老いた男は橋の上から運河に身を投げた
ち止まってタバコに火をつけると、マッチ箱の底には乱暴な字で電話番号が書かれていた。私は不当の公衆電話から神様に電話をかけた。夜の向こうにはねえ何があるの？あなたはなぜいつも何も答えないの？